今よりももっと簡単にお腹をへこませる方法というのが実はあるんです。今回は丸々を使って行っていきます。行う腹筋としてはたったの3回、徹底的に腹横筋と腹直筋を簡単に効かせていきます。今回の動画を最後まで見てもらうことで今よりももっと簡単にお腹をへこませる方法というのがわかります。必ず最後までご視聴ください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、今よりももっと簡単にお腹をへこませる方法実はあるんです。それはペットボトルを使いながらプランク、クランチ、デッドバグを行うということです。お腹をへこませる第一のポイントは腹横筋といって、お腹をへこませる力、息を吐くときに使う腹筋というのをいかに身につけるか。辛いからといって息を止めてしまっていては腹直筋しか効きません。そこでペットボトルを加えてふーっとやりながらエクササイズを行うことで、より簡単に腹横筋が2倍3倍と鍛えられます。そこで今回はプランク、デッドバグ、クランチという感じで腹横筋を使いやすい種目から、最後は腹直筋と腹横筋を使うクランチというのを3回ずつ一緒にやっていきましょう。ペットボトルがない方は今回内容だけ見ておいてください。もしペットボトルがある方はできれば用意してください。そしてペットボトルの空気の開け方のポイントとしては、カッターナイフなどで L の字に切ってください。 L の字に切って、切った部分を外側に出してください。そこで外側に出した部分で指で軽く押さえながら、空気の調節をしながらエクササイズを行っていきます。今回の分をやっていくだけでお腹がかなりへこんできます。皆さん喜んでください。ではプランクからやり方を紹介していきます。はい、ペットボトルがない方はまずなしでやり方だけ一緒にやっていきましょう。ある方は用意して、これをまず加えます。唇だけでは結構息吐いた時にポーンって飛んじゃうので、歯で少しねペットボトルを掴んでください。かえへんえかえへん、口を閉じて、できるだけ腰を丸めて、腰が反れないように腰をしっかり丸めて、加えてふーっとお腹をどんどん持ち上げる意識でプランクを行っていきます。勢いよく息を吐いてしまうと空気がすぐなくなってしまうので、加えてるんですけども割と長くふーっとできるだけ息をしっかり吐きながら行ってください。今回は私は数数えますので、皆さんは加えたまま息を吐いてください。それではいきます。スタート。1、2、3、4、5、6、1、8、9、9。 OK、 2回目いきます。息しっかり吐きましょう。いきます。スタート。1、2、3、4、5、6、1、8、9、9。 OK、 お腹が熱くなるのを感じてると思います。お腹が熱くなっていれば正解です。ラストタイム。1、2、3、4、5、6、1、8、9、9。 OK、 いつもよりも必ずお腹に効いてる感じがあると思います。次はデッドバグです。これも同じです。ペットボトルを加えたまま息を長く吐いてお腹をへこませてください。デッドバグのやり方は、手足万歳、手も足も起こす、これでキープ。あんまり起きたらダメです。これぐらいです。低ければ低いほどお腹に効きます。もし首が痛い方はもう少し起き上がると首が楽です。腰が反れると腰が痛いので腰をしっかりつけてください。いきます。さあ、1、2、3、4、5、6、1、8、9、9、9、2回目いきます。
体が1、2、3、え、お、お、え、は、え、え、え、ラスト、今、え、え、え、お、え、お、は、え、は、え、え、ラストはクランチです。クランチは腹直筋に効きやすいので、腹直筋に効いてもいいんですけども、息をしっかり吐くために起き上がったところで息を吐き切ります。やります。足は L の字、上体をしっかり起こす、手は前に伸ばす。これで起き上がったら息がなくなるまでキープです。できれば10秒。お腹をどんどんへこませます。3回いきます。最初1、2、3、4、はい、ふぅ、ふぅ、OK。 2回目いきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、OK。 ラスト、せーの、お疲れ様でした。今回ペットボトル使わずに頑張った方、それでもきついと思います。ですが次回はこの動画をもう一度見ながらペットボトルを使ってやってみてください。 L の字に切り込みを入れて切った部分を外側に出してですね、あんまりふーっとやってね、息がすぐ抜けるようならちょっと切り込んだ部分を少し閉じてですね、調節して使ってもらえたらと思います。これを使うことで断然腹横筋が身につきます。もちろん肺活量も身につきます。ですので息が上がりやすい、疲れやすい、そういった方にもね、肺活量がつけば息が上がりにくくなりますから、とってもねペットボトルおすすめです。普通の腹筋でもですね、ペットボトル加えてやるっていうのも効果的です。お腹にうっと力が入りやすいので腹直筋にも意識ができて効果的です。もちろん腹直筋使う場合、お腹をねグッグッとね息を止めてお腹にとにかく力を入れる、それもありなんですけども、初級中級の方が息を止めてしまうとお腹じゃない部分に力が入ってしまって力が逃げてしまうので、できればペットボトルを使って適度に息を吐くっていうことでお腹に意識がしやすいです。お腹がへこみにくい方、早くお腹をへこませたいって方はエクササイズの時にペットボトルを使ってデッドバグ、プラッグ、クラッチなどをやってみてもらえたらと思います。参考になったらよかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。これからも少ない回数、少ない時間で効く効果的なエクササイズを載せていきます。登録されてない方はよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。各種 SNS もやっておりますので、説明欄からぜひよかったらリンクを押してもらってフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。